ツマイナス四ツマイナス四ツポレフ四ロシア語は、ソ連の航空機設計機関であった、ツポレフ設計局が、当時の指導者、ヨシフ・スターリンの指示により開発した、レシプロ4発爆撃機である。ナト o コードネームは、ブル、ブルであり、1940年代後半から1960年代、中頃までソ連の戦略爆撃機として使用され、中国にも輸出された。 スマイナス4は第二次世界大戦中にアメリカで生産された爆撃機 B-29 をリバースエンジニアリング解体調査によりほぼコピーした機体である。スターリンは第二次世界大戦中にアメリカに対しレンドリースポーにより B-29 を供与するように要求したがアメリカは戦略兵器でもある重爆撃機をソ連に渡したくなかったため 拒絶されていた。そうした最中、日本の九州及び満州国への爆撃に参加した B-29 のうち1944年7月、8月に各1機、11月に2機が機体の故障などによりソ連領内である沿海州に不時期した。各機の搭乗員は抑留された後にアメリカに送還されたが機体はそのまま没収され、 スターリンの命令によりそのうちの一機である、ジェネラル HHR ノルドスペシャルがリバースエンジニアリングされた。そして、アンドレイ・ニコラエビッチスポレフラにより解体した部品に基づく設計が行われ、1946年夏に完成したのがツマイナス4である。ビクトルスボーロフは、著書、ソ連軍の素顔の中でツマイナス4開発時のエピソードに触れ、 当時のソ連が入手した B-29 の完全なコピーに努めるあまり、製造時に誤って開けられていた小さなドリル穴をそのまま再現し、また国籍マークとしてアメリカ軍の白星とソ連軍の赤星のどちらを描くべきか、赤星では完全コピーではなくなるの段を下せず、ベリア経由でスターリンに最低を仰いだとしている。さらにその際、 被弾した穴とそれを塞ぐパッチまで正確にコピーされたとも言われるが、真偽は定かではない。ただし、実際には、2-4と B-29 にはいくつかの違いも認められる。まず、ターボチャージャーはコピーであったものの、エンジンは B-29 に搭載された、R、R-3350 のコピーではなく、ソ連製エンジン M-25。 R-1820 のライセンス生産の流れを組む足 -73TK であった。また、性能面では、航続距離に大きな差がある。これは、B-29 の調査の際にインテグラルタンクのコピーに失敗したためとされている。前後通路や機銃等の下記完成装置もコピーできなかったとされる。一番大きな問題は、当時のアメリカは、 ヤードポンド砲を用いていたのに対し、ソ連はメートル砲を用いていたため、図面を再現するにあたって誤差が生じ、自長で500キログラムほど重くなってしまった。1947年5月19日に初飛行し、8月3日にモスクワで行われた航空記念日パレードで初めて披露されたツマイナス4は、その後もエンジンやプロペラなどの改良が行われ、 1949年半ばにはソ連戦略爆撃軍で本格的に運用された。マイナス4 a はソ連発の核兵器 RDS-1 を投下した最初の航空機であった。一方、アメリカ空軍は片道飛行の特攻であればマイナス4にアメリカ本土への攻撃能力があることを理解してパニックに陥り、 レーダーや地対空ミサイルなどの防空設備の開発を急ぐことなった。まさに日本の広島、長崎に対し行った都市への核兵器による攻撃を自分たちの兵器のデッドコピーにより受けるのではないかという恐怖であった。アメリカ人は B-29 のあからさまなコピーなのを見てマイナス4をボーイングスキーと呼んだという。これはロシア人にはスキーという性が多いという。 ステレオタイプに基づいた名である、同様のものに R-77 ミサイルに対して、付けられたアムラームスキーやツ、つ -144 超音速旅客機に対して、付けられたコンコルドスキーというものもある。つ -4 は、後継機が登場する1950年代の終わりまで製造された。後継機であるツ、つ -16 やつ -95 などが、 実戦配備されたために早々に退役した。そのうち数機は、博物館に展示されている。また、多くの機体は開発、研究用の機体として活用された。1953年からソ連は中国に10機のつマイナス4を引き渡し、中国人民解放軍空軍、中国空軍はこれによって、戦略爆撃機を保有する空軍となった。 1五十六年にはそのうちの二機がカムハ乱でリタンの寺院に牢上するチベット人住民と僧侶を爆撃する作戦で初めて実戦投入された。1 9六十年にはさらに二機が追加供与された。人民解放軍空軍の津マイナス四は1 9七十年から1 9 7三年にかけてエンジンをアシュマイナス七十三 t k レシプロエンジンから ターボプロップエンジン 4250SHP に変更した。現在では北京にある中国空軍航空博物館に2機のつマイナス4が展示されている。そのうち1機は早期警戒機仕様のキロジュールマイナス1で1988年に退役した機体である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。